はいよー。飯は炊けたけど、まだやろ。ねえ、西って、どこのこっちゃ。ここじゃないよな。サイトロ。上と下になんかあるな。下なんやったっけ？あれは？あれは、ん？これは水の神殿か？ちょっとちょっと、回り込ませてくれよ。ああ、めっちゃ回り込んだ。ああ、水の神殿か。隠された村ってどの辺にあるだろう。これが最初のところやな。最初のところ。ここ、なんかないか。この分断されてて怪しいよ。なんもないの。そうやなぁ。公的出るよな。ああ、あかんあかん。この辺ね、なんか、サイトロしてみる。これ。なんもないな。暗黒のところ行くんもいいんやけどな。この辺、これなんか、怪しい。なんもない。ここ調べたよな。ここ。あれ？なんもないか。怪しいと思ったんやけど。あ、そうや。そうや、なんか、そうや。あっこ行けるんちゃうか。どこや？俺が目をつけていた隔離された場所にあった村。あれのことかもしかして。山を越えたって言ってたから、やっぱりこの飛空艇じゃ無理なんやろな。ちょっと待てよ。どこやっけ？ん？あれは、ゴールドルか。待てよ、うろうろするぞ。これや、これ。ここ多分越えていけるやろ、これ。ブイーンって。ここがどこなのかっていうのをちょっと覚えとかんと。飛空艇通りに行かなかん。ここどこ？あれなんや、あの左上。ちょっと左上も見に行くか。行ったとこやっけ？あ、動画の館か。ちょっと待てよ。で、こっから、ちょっと忘れそうやな、これ。ずーっと右に行ってみよう。あ、パンツや。右にずーっと行って、あ、帰ってきた。右じゃあかんねえな。結構世界一周すんの早いな。右上にちんじゃちょっとずーっと行って。ここじゃないよな。ここは水の神殿やもんな。ああ、もう忘れそうやぞ。ここ。これなんや？これあからさまに怪しいやないか。まあ。ちょっと行ってみよう。ほれほれほれ。なんかあるやろ。なんもない。なんもないんか。敵はいかが？お、マーメイド！ああ。あれやないか。海の魔女の人肌バージョン。弱い。まあでも、お前ら種族全体に言えることやけど、もうちょっと服をちゃんと着ようっていうか、弱っ。雑魚。アイテムというか、経験値的に雑魚かったな。ここチョコモの森があるだけとかかな。チョコモの森。お？何？リュークロコッタ。リュークロコッタ。クロコッタ。ああ。いろんな解釈の方法があるわ。まあ、リュークロコッタかな。リュークロコッタ。なんか、帰国子女というか、外国の人みたいな。日本人とのハーフみたいな。リュークロコッタみたいな。上の名前、は、名字は日本やけど、下の名前はなんか、普通に外国みたいな。しかし、ここを散策して何かあるんやろか。敵がめっちゃ弱いことは、なんていうか、敵の強さが明らかに違うよっていう感じでこう、指し示してくれているわけではないというか。もうちょっと回ってみよう。もう一回戦闘になるかも。まあいいや。
ちょっと待って。ね、こんなことしとるうちに忘れたやないか、飛空艇の場所との関係性を今覚えてたはずやのに。もうぐちゃぐちゃに行こう。ここや。ここがフィールドや。ピンボールが。ピンボールはええねん。何だっけ？村上春樹のあ、あったあった。1900何十何年のピンボールってやつあったよな。よしよし、ここで一回寝とくか。とりあえず、俺がやらなあかんことは暗黒の洞窟かなんかをクリアせなあかん。そのためには魔剣士がいんねん、とりあえずな。だから魔剣士の村を目指すのが最優先やな。よし、行くぜ。でか、わざわざここを集合場所にする必要ないよな。あ、でも。ん？待てよ。これ、絶対どっちかはあそこにおらなあかんのじゃんか。出られへんもん。あ、カヌーで行けるんかな。ここは、どっちやったっけな。このままずーっとこう、行ってたら、たどり着かれへんかな。こっち、こっちとか。このままずーっとこう。どこやったっけな。サイトロ。下かな。ここの大陸をぐるっと回り込んだとこかな。ほれ。快適な空の旅。ここか。この、ん？ここじゃなかったっけ？ちょっとサイトロ。下、あれか。あれじゃないよな。ブリーフが、あ、ずっと、右に行ってたらブリーフがあったから、ここじゃないんか。ここ、あれ？ゴールドロやな。ずーっとこっちか。こっから左にずーっと行ってみるか。これか。これや、これや。これを越えれるんちゃうか。ほら、あれ？おいおいおい。越えられんやないか。どうやって行くな、あっこ。俺の見当は外れてんのか。ここどうやって行くん、マジで。あれ、せっかくたどり着いたのに。そう、当てが外れたな。サイトロもっかいやろう。行けそうにないよな。どうやって行くんやろ。下から潜って行くんかな。うん、それやったらさっきの船で行った方が良かったんかな。俺はしか限りなく失敗をしているのでは。まあいいか。このままじゃ放浪の旅。なんかずっとうろうろしとる気がするけど、どうしたらいいんや。俺が自分で探し当てるしかないか。おい、何もないぞ。あの時みたいなんけ。浮遊大陸から出てきた直後みたいになっとる。こんなとこにおるんか、俺は。サロニアから西っつってもなぁ。今の状態でいけるのか、果たして。難しいなぁ。こう、ぐるぐると。あ、違う。こっからなぁ。果たして出れるのか、これ。ほら。ここに、繋がってはおるんかな。てか、全国でこう、なんかないんかっていう、こう、潜りながらサイトロしてったらなんかあるかもな。なんもないか。まあ、こうやって地道に探していくか。この辺とか。なんかあるかな。ほら。おー、なんもないな。もうこの作業は必要というかね。まだ洞窟とかなんかあるかもしれないしな。何にもない。どうや。これ。なんもないな。ウィーン。まだまだ行くぜ。お、ここが時の神殿か。取りに行くか、これんじゃ。余裕やろ、今となっては。
じゃあここ行って一回切るか、また。そうやね。まあ久しぶりやな。お前の色の悪いバージョンがあの山の山脈のところにいっぱい出てきたぞ。よい聞かしとけ、身内で。家族会議をしろ、お前ら。我々のありようは一体どうなのかっていうことを。家族会議をするべきや。で、ここはもう入らねえよな。まあ入る意味ないけど。シーフはもう、我々の中にはいない。バシバシ魔法使っていくか。どうや。バイオ。エアロが。なんぼでも使っていく。何があるんやったっけな。あれ雷。結構、FF は食らってたな。これでなんかもう魔法で死ぬやろ。死ねえ。バイオ。おりゃ、おりゃ。何が、なんなん今のは。ああ、エアロがもったいない。今のはなんなんやろな。なんか、微生物みたいなのがいっぱいこう取り付くみたいな感じなんかな。そういう、生態、なんていうの、生物兵器みたいな。ここじゃないよな。あの、滝がめっちゃ開けてたとこやでな。行かなあかんの。ここやろ。多分。ここじゃないわ。もう一個行ったとこが。あ、もう。まあ、でもこの状態でももう行けるやろ。キングの巣窟。王様がいっぱい。王様キングやな。王様キングがブレイク。ブレイク。ブレイクを使ってはいかんけど。あら。まあもう魔法で肩がつくでしょう。うわぁ、効率からやとひどいもんやな。FF はもうなんか後ろに引いてしまうとあんな感じの役立たずっぷりを発揮してしまうと。恐ろしいな。立つ場所によってこう、全然違う。ステージの上ではこう、めっちゃ生き生きしてるけど、なんか舞台裏ではもう全然、めっちゃナーバスになってるっていう感じのタイプのアイドルと。これで、どこなんやったっけ？これもう一個行ったところになんかあるんやったっけ？コメントを読む限りでは。そのね、装備は欲しいからな。俺は装備愛好家よ。魔法愛好家でもあり、装備愛好家でもある。ギル愛好家でもある。つまり物欲が激しいということ。ここに、ここじゃなかったか。これどっちから行けるんやっけ？もう取ったら即テレポで出ていこう。んで、こいつらか、もう、魔法を使っていく。バイオと。で、エアロガと。なあ、わざわざ単体に攻撃にする必要なかった。よし、死んでもう一匹も倒せ、ドラクエ。ああ、雷だ。これで倒せ。よし。んで、次。ああ、イレースとかも、デスとかも試しとくか。ついでやし。デスは、デスやったっけ？キルか。デスじゃないんよね。なんか全体攻撃やったし。あ！シーフに変えなあかんじゃん。シーフに変えるか。まあ、別にキャパシティ余っとるからええよ。アイテムが。いかん。アイテムが。やばい。どうしよう。困ったな。ゼウスの怒り捨てよう。おーい、あともう一個なんかせなが。山彦草とかいらんかな。まあもうこんなんはもう捨てたっていいよね。別に。んで、シーフに、あ、もう一個、え？ちゃうわ、こいつちゃうわ。頭に何も装備してなかったが、むしろ良かったかもしれんな。まあとりあえずシーフにしてと。うん。まあ、装備ももう適当でいいねんけど。オリハルコン。オリハルコン。んで、黒ずきん。黒装束。盗賊の、ああ。なんということだ。盗賊の小手。ほーれ。で、前列にしましょうか。
ほら、扉開けんかい。そうやったな。バーン。よし。ああ、こっちじゃなかった。もう、思うようにいかんな。んで、これで、まあ、一体一体攻撃してたら倒せるやろ。ね、ダメ出しの、ダメ押しの、エアロガを全体にかけていく。ほれほれ。んで、何やったっけ、何を手に入るんやったっけな。なんか、いいお宝が手に入る。お宝を手に入れていく。というのが俺の使命です。ここも、よーし。ここやな。この先やろ。右側やっけ。なんかあるっていう。出た！早押し対決。一人やな、今回は。一人でこう、早押しの練習をしてたね。こう、手首にスナップを効かして、こう、バーンって。で、こう、着々とこう、早押しスキルを磨いていくと。まあ、まあ、それよりもっと勉強しろって感じやけどな。クイズで勝つには、早押しのスピードはまあ、ええけどな。あ、ほんまや、シミがある。早押しのスピードも、こいつらは、切磋琢磨しとるな、早押しの。でも、スピードはまあ、いいとしてもさ、その、早く押せても答えられんかったら意味ないからな。そこは履き違えてないか、こいつらは。ちゃんと勉強もしてるんかな。浅く広くこう、映画の知識とか、歴史の問題とかこう、そういうクイズをこう、考えていってやね。それの、こう、なんか、織田信長、豊臣秀吉とかこう、いろいろ覚えなあかんことあるやろ。それをもう、棚上げしてこう、早押しの体勢を、だけを磨いているっていう、こう、本末転倒っていうかね。だから、お立ちになることがめっちゃ多いっていう。ここか。おーおー、流れ落ちていくぜ。あー、めっちゃ食らう。痛い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 。おー、三つもあるぞ。え？なんやこいつ、こんなん知らんぞ。どちらさん？こんなん、魔法バリバリ使ってたのに。ヘイストや、怖いから。先制攻撃か。弱いんかな？あれ？めちゃめちゃ弱いぞ！なんやこれ？ベヒーモスも、もう全然お呼びもつかんぐらいの。なんや今の、イベント戦闘じゃなかったんか。ラミアの盾ごと。守りの指輪。守りの指輪。これか。あれドラゴン？はい。サラマンダー的なことをしてきたの。なんやお前、苔脅しやな。ドラクエドラゴン。ドラゴンクエスト。これはドラクエもまだ感化できない状況だった。ドラゴンクエスト、こう、ドラゴンがドラクエのこう、守りの指輪って2個もあんねん。これ、装備できるんかな？誰に装備させたらいい？こいつは防御がいいから、こいちょっと防御に難があるから、守りの指輪ってできるか？あるやないか。指輪やのになんか、腕に装備すんねんな。腕に指輪か。体力が5上がった。あ、10も上がる。いいですね。んで？防御が、69。あ、52。こっちは？ああ。まあもうシーフ終わるけどさ。シーフはもう卒業やけど。ちょっと待てよ。もうこっからどっか行くのないかな。調べてみるか。外行けますか。いたったった。そっかそっか。なんもないか。これ。なんもないな。じゃあ出るか。テレポ。よーし。んで、ジョブチェンジしようか。あ、外さねえのじゃん。いっぺんあそこに戻るかまた。どこや？フィヨルドに。
たどり着いてくれ。ここじゃない。右の方やな。右上、ここや。未だにその、ここのどこから行くんやったかっていうのを忘れるというか、ピンボール状態。これや。ここや。帰ってきたぜ。ね、一回預けましょう、道具を。もうシーフは卒業や。登場。こんにちは。こういうの預けとこうも。金の針はいるな。エリクサーも置いとくか。ポーションな。荷物になってきたな。この辺いらんよな。今んとこ。エアーナイフもいらん。棒。これはいるな。光杖いらんな。パワーリスト。リフレクトメールはいらん。腕は、これもいらん。牙は預けられへんのよね。黒のローブいるな。大事の頃もいらんな。ディフェンダー、古代の剣。いるな。まあ、この辺預けといて、妖精の爪か。まあ、いいんちゃうかな。まあ、とりあえず外してですね。クロマの話にしよう。クロマ。キャパシティ全然使えへんな。キャパシティ余りまくりやないか。まあ、あそこで頑張ったからな。あのおかげでキャパシティはもう、キャパシティいらずになってきたと。で、ああ、そうか、頭なかったんや。まあ、頭なかったで、頭あるけどや。守りの指輪。よしよし。でも、防御に難がある。それ、買い物に行きたいんやけど。まあ、とりあえずこれでいいやろ。シーフ装備も預けとくかな。シーフ装備預け、とこ。ぽい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 と。じゃあ寝るか。一晩寝てもチョコボおるんかな。おやすみなっしゃい。そうやなぁ。おるな、まだ。チョコボ。一晩寝たのに。どこで、装備じゃないわ。魔剣士の村に行けるのかっていうのを、調べなかんな。まあ、じゃあ今回はここにしとくか。お疲れっす。